なんだこりゃ。迷惑メールか何かか。いらっしゃいませ。え？あれ？こうちゃん？しおり？あら、いらっしゃい。来てくれたのね、時坂くん。やれやれ、たまげたぜ。まさかしおりが手伝ってたとは。うん、先週祭の日は忙しくなるって前に聞いてたから。せっかくだから臨時アルバイトとして申し出を受けさせてもらったの。悪いとは思ったんだけど引き下がってくれなくてね。そうだったのか。ったく、一言くらい言っとけっつうの。しかししおりがバイトとはな。俺にはいつも口うるせえくせによ。実を言うとちょっと興味があったんだ。忙しいけどやりがいもあって楽しいっていうか、こうちゃんがバイトを続ける理由がなんだか分かった気がするな。しおり、そこまでっすか。まあ楽しむのはいいが、やるからには責任持ってやれよな。分かってるってば。ごめんね、こうちゃん。また後でね。張り切ってんな。しおりのことよろしく頼むぜ、アスカ。任せておいて。時坂くんもせっかくだからゆっくりしていってちょうだい。
上手に貼れましたね。よし、いい感じに貼れたな。よし、いい感じに貼れたな。上手に貼れましたね。上手に貼れましたね。よし、いい感じに貼れたな。上手に貼れましたね。
よし、いい感じに晴れたな。上手に晴れましたね。上手に晴れましたね。よし、いい感じに晴れたな。
着々と準備が進んでるみたいだな。あ、あの人影は。おや、見覚えのある顔じゃないか。ご無沙汰だね。夏以来になるかな。美月さんは元気にしているかい？何、ちょっとしたお役目を果たしに来たというだけさ。何せ僕は今年の千秋祭のスポンサーだからね。美月さんには黙ってもらっていたからね。各街区の飾り付けはもちろん、催しの監修や資材の提供などいろいろさせてもらっているよ。携わる以上、例年とは比べ物にならないビッグイベントにしたいからね。やれやれ、信用がないな。共に七を乗り越えた仲じゃないか。まあそう構えなくていい。ちょっとした気まぐれというやつでね。道楽ついでに罪滅ぼしも片付けてしまおうというわけさ。もちろんだとも。期待していてくれたまえ。おっと、そろそろ依頼していた衣装担当の方が来られる時間だね。すまないがこれで。待ちたまえ。今カオルさんと言ったかい？じゃあまさかあなたがメールでやり取りしていた。ちょっと待ちたまえ。聞いてないぞこんなの。名前とメールの文面からして、てっきり麗しい女性なのかと。見捨てないでくれたまえ。ほんと後生だから。